中日、阪神、14日、バンテリンドーム、阪神の先発、西優が福永に粘り勝ちした。4回虫二塁でカウントツーツーの5球目から12球連続のファウルで粘られた。1球ごとにスタンドが盛り上がる中、最後は17球目の外角低めへのスライダーで2ゴロに打ち取った。その直後、三塁ベンチへ戻ろうとする場面も、審判に止められたが、 トレーナーを呼んで水分を補給した。